チャンズの鳥かごラジオ。さあ始まりました。ジッピーチャンズの鳥かごラジオ。今回で三十一回目となります。山本氏。はい。自衛隊彼氏はいいぞ。おお。 と言いますと。と言いますとですね。あのー、私実は、マイナビウーマンさんという。はい。えっと、その働く女性のために、書かれたな、うんか、コラムみたいな。ウェブ記事があるわけですよ。うんうん、はい。それの恋愛記事にですね。恋愛トピックに、私の、はい。うん、取材の様子が、乗りました。おお<ー>。イエス。なるほど。はい。それでですね。 えと私元自衛官だったということで、はい、自衛隊彼氏の魅力を恐れ多くもたくさん語っちゃいましたへえ<ー>はいあのちょっとツイッターとかえっ、ー、とインスタとかでいろいろなを流したんですけども、うん、そちらの方をちょっと,、えー、と URL 貼っているのでクリックしてもらったらちょっと飛べるようになってますけども本当ね自衛隊のことをまあ私も お付き合いしてたのが何年も前ですから、うん、その記憶を掘り起こしながらのちょっとインタビューを受け答えになってしまったんですけれども、うん、まあ、やっぱ自衛隊彼氏はいいよね。いや、わかりません。わからない。<laughs> だってね、あの、すごい、あのー、筋肉、うん、モ,リモリの筋肉にすぐ飛び込めるのよ。はい、<laughs> 最高じゃない それやっぱ筋肉っていうのがプラスなんや、うん、筋肉あだってその取材してくれてた、うん、あの方もインタビュアーの方も、うん、そこに食いついたもんやっぱりへえ<ー>、うん、そうなんやいつでも「その熱い胸板に飛び込めるんですか?」ってちょっと興奮気味で言ってくれたんですよ <laughs> あ同じ気持ちなんやと思ってやっぱ女性は熱い胸板に飛び込みたいんじゃないかなというのは感じました そうなんな、はい、まあまあ全員が全員ではないでしょうけど、はい、やっぱそういうタイプの人が多いんですかね。ねえ、あその痩せマッチョとか好きな人いますよね。うん、まあ最近の流れ的に言ったらね、うんはい、なゴリゴリの人よりもそっちの方がモテてるような <laughs>、うん、イメージはありますけど。私もなんかそういう女性多いなと思って、細マッチョが好きな女性多いけど、うん、私も、うん。 やっぱ熱い胸板憧れるけど。はいはい、山本氏は熱いの。<laughs> いや見た <laughs> 見たらわかるでしょう、大体。<laughs> <laughs> 山本氏ね、ごめん、一回さ、なんか M1 の時にちらっと。あのー、着替えてるとこがちらっとごめん見えちゃったんだけど、なんか。うん すごいいい体をしていたおえがあります <laughs> <laughs> なんちゅうこと言ね <laughs>、はい、すみません <laughs> なんちゅうこと,う、ね、とごめんなさいごめんなさいちょっとあのついあ、え、嘘ってななっちゃいました本当にあの時いやいや全然だってそんなんほんまに、はい、それこそ細マッチョまあマッチョでもな、うん、ジムにこの数年行くようになったからあー な、確かに多少はなってるかもしれんけど、うん、いや全然ガリガリですよ。それは自衛隊に比べたら特にああまあ、そ,うそう。自衛隊に比べたらそうですけど、まさかこの色白の山本氏が。

若手芸人の楽屋がね、はい、あの女の人とか別れてないことが多いんでねそうですね、はい、どうしてもっていうのは仕方ないとは思いますけどはい、なるべく見ないようにはしちゃうんですけどやっぱ見えちゃうものは仕方ないのでねちょっとやっまあまあ僕以上にねわ、はい、かりました、はい、養います、ね、<laughs> あのいろんな人を見てそう自衛隊の、はいえー、彼氏はい はどうなんですかみたいなことですよねそうどんな、えっと、自衛隊の彼氏に魅力があるのかとか、うん、あとは自衛隊彼氏との恋愛を長続きさせるコツとか、はあ、どうすればいいですかって言われてですね、まあうん、記事を読んでもらえばわかるんですけど、うん、まあ私的作戦ですけれども自衛隊のことをちょっとマニアックなことをあのひょいっと話題に出せば、うん、ちょっと話盛り上がると思うんですよ。 ままあまあそうですよね,ねやっぱりまあ毎日のように自衛隊で働いてるわけですからねだからやっぱ自分の仕事のことを知ってもらうのも嬉しいと思うし、うん、だから、一番言いたいのは私のあれです自衛隊を知るには私の、もしも妻が元陸上自衛隊だったら見ていただければ簡単なことかなと思います。<laughs> はい そうかな <laughs>、はい、あれはね <laughs> あるあるが結構詰まってるのよ。あだからそ,のそれを見て、うん、あるあるを知れば、うん、こういうのあるよねみたいなあるのみたいなことを聞けばいいということかこういうのほんまにあるのとか例えばそ,<う>そしたらそう,そういうのあるわみたいな話で盛り上がるかもしれない。そうだから ね、ちょっとやっぱ自衛隊の彼氏が欲しい方は私の動画をね、うん、一緒に見てえこれこうなんだっていう話題作りにつなげてもらったらなと思ってますなるほどねちょっと宣伝も兼ねてますけど確かに自衛隊の人とどうなんやろうね自衛隊の人と付き合ってるっていう人は周りに、うん、僕の周りでは見たことないですけどねあ そそうかその男友達では女性自衛官と付き合ってる人いない,もうい,ないし、うん、知ってる、まあ、そ,んなそんなにいっぱい友達おる方じゃないんですけどあそ,そんな寂しいこと <laughs> まあまあ女性の何人かの人も別に自衛隊っていうのを聞いたことないですね、はい、あ,あんまりそうなんややっぱあんま出会わないのかなうん 合コンというか合コンっていうほどあれじゃないですけど、うんはい、パーーティー的なことがあるんでしょう婚活パーティーみたいなものは自衛隊の人ででもあるんすよねそうです。えっ、ー、とふれあいパーティーというなの、うん、パーティーが行われて出会えない自衛官のために開催,開催されるへ<ー><の>そういう、はい、なんかそれはでも男性が。 やるっていう話なんですよね男性が参加するパーティーなんですよねそうです男性自衛官が男性自衛官がだから女性は一般の方ですねえー、なんかそういうそれはチッピーちゃんは経験できひんことやんか。うん、女性自衛官からそう,そうなのよなんかその内容とかもなんか知りたいね、うん、知りたい行きたい行ってみて潜入捜査したいよねうん <laughs> だ一般の人として今やったら入れるから入って最終的につながったとしても、はい、して実は私元自衛官なのって <laughs> やけに詳しいなとか <laughs> このね今話題の元自衛官妻だったら見て、ね、<laughs> みたいなのにもつなげれますからね。<laughs> えそうなんやはい私そうですね今一般女性なんでそうやね潜入はできない潜入して <laughs> もうバレちゃうと <laughs> <laughs> まあまああんまよくはないかよ,よくいやいいんですよ悪くはないかうどうしても自衛官と付き合いたいならそうですね <laughs> 自衛官はいいぞ本当に そうですか僕友達にもね自衛官の人もいないんでねあっそうなんとあんまイメージが湧かないんですよね<あ>男の人でもいないんではい体力もあるし、うんね、公務員だし安定しているし頼りになるしまあ確かにね、はい、ちゃんとしてるイメージやからねねこれ結婚が結婚したいですよね自衛官の人と <laughs> そうなんですね <laughs> ちょっと切実な思いがすみません <laughs> なるほど言葉に出てしまいました、はい 最近の活動としてあ最近ですね、はい、えとちょっとコロナの状況でしばらく行けてなかったんですけど、うんはい、先週、えー、と V リーグバレーボールのサントリーサンバーズさんのホームゲームに行ってまいりました、うん、なるほどそれでですねチッピーちゃんがサポーターを務めているチーム、ね、あそうですそうなんですはい、はい、応援させていただいてるんですけども、うん、えとちょっと 今回なんと先輩方と一緒に観戦しに行きまして、芸、うん、人の先輩ね。そうです。はい。うん、スポーツはね、盛り上がってる人を見るのも楽しいなと思いました。ほう。そうとう盛り上がってる人っていうのは、人という見てる方の人ってこと。そう、観客さん、観客を見るのも楽しいなって今回のやつで思っちゃったんですけれども、試合はもちろん本当に。 テレビの画面で見るよりもう最高に、うん、特に久々の生試合だったので躍動感がすごくて<っ>もう臨場感あふれる試合だったんですけども、はい、でその、まあえっと、一緒に行った芸人さん先輩なんですけども、うん、が、えっと、人間っていいなさんっていうトリオの、えー、方,でし方と一気上の。 あの時の間抜けのきなさん、うん、女芸人ですね。はいはい、とええー、五名で私合わせて五名ピーちゃんできまして、<laughs> はい、えっとその人間テイい,いなさん、うん、わかりますかねあのー、最近よくテレビとかで貼りますね。はいで<の>手をガヤとかうちのガヤはいとかでサッカーされてましたよね星川、うん、さんとか、うん、で。 三人で来たんですよ。確かになかなかこう笑いのコンビとか、はいえー、トリオとか、はい、まああんまりこう一緒に行動するっていうのはあんまりしないですよね。家庭 <laughs> の人たちは <laughs> 普通そうですよね。だ、うん、けど三 <laughs> 人しかもトリオですよ。 3人揃って,揃ってプライベートで一緒に試合を見に行ってたっていうはい、はい、<laughs> すごいなんか確か珍しいですねではい仲いいんやなと思ってすごく嬉しかったんですけどその,そのお三方キナさんは前一回ホームゲーム行ったことあるんですけど、うん、人間ってイナいいさんはあのバレーボール、うん、け未経験者であり、うん、あのスポーツ観戦もバレー初めてと と、うん、いうことであのやけど見に来ててくださってたんでですよほうほうで入ってせいがさんってちょっと本当にがががガリガリうん、うん、でもうなんか本当私でも腕相撲したら勝てそうっていうか、うん、骨が折れそうガガリリやな方なんですよ。<laughs> はい、でちょっとなんかテンションもすごい低めの人と思って。 先輩やしむっちゃ怖かったんですよ、うん、3人もしかも揃っててで <laughs> 結構かなり上の方3人揃ってる先輩あんま怖ないけど <laughs> <そう> <laughs> ちょっとなんかやっぱ先輩なんで怖かったんですけどでやっぱ白熱してる試合、うん、ど,どんどんやっぱサントリーサンバーズさんの席に座ってたんですけどサントリーさんもグイグイ点差を広げて、うん いい感じで勝ってたんですよ<う>で応援の振りがあるんですよ。うんうん、ハリセンでこう叩いリズムに合わせて叩いて、うん、アタックが決まったらこうとかいうのがあるんですけど、うん、あの柳田選手が、うん、あのサービスエースサーブを、うん、あのサーブが一発で決まった時に、うん、なかなかないやつですね。ななかなかはい、うん、あれを決まった時に もう観客席バッってなったんですよ<う>その時にズチャズチャズチャ A ズチャズチャズチャ A って頭の上で A を作る、うん、結構アグレッシブな感じの応援の振りがあったんですよそれをあのガリガリの <laughs> <laughs> 腕相撲をしたら骨折れそうな感じのセイガさんがむっちゃ満金で <laughs>、はい ずっちゃずちゃ,じゃえい、ー、ってめっちゃ綺麗な絵を使って作ってくれてたんですよ <laughs> へえ<ー>むっちゃスポーツ実は好きみたいでそうなんやあの姿を見て私胸がすごく熱くなりました <laughs> はいであとあのヤナボさんっていう方、はい、ちょっと太その方は太めの方なんですけど、うん、その方とかも応援の音楽が流れるたびにむっちゃ体揺らしてあの 楽しみながらハリセン叩いてたんですよ。うんうん、もうなんかその姿を見てて。もうスポーツは、うん、怖い。先輩をもう。かき消す。 怖くないってだから。そんな人怖いはずないもん。三人揃うのは怖くないですか？三 <laughs> 人揃うのも怖ないし、はい、そんなガリガリの人別に怖くないやろ。<laughs> いやーやっぱね、ちょっと先輩ってやっぱいやななちょっとビビっちゃうんですよね。ビビいやまあまあそれはわかるけどね。はい。 いやだからすごいそんな怖い怖い言うてたけどめっちゃガリガリとか、はい、ガリガリで暗そうなやつが前は言うてるってすごかったみたいな結構バカにしてるみそういう意味じゃないですせいがさんすいません嬉しかったんですそのなんか一緒になって盛り上がってくれたのがむちゃくちゃ嬉しかったまあ、まあ、っていう話なのでやっぱりスポーツ観戦はみんなで行くと楽しいなと。 思いましたはい、はい、応援する人にもちょっと注目して <coughs> もう本当にあのみんなでキャッキャ言いながら、うん、あの写真とかと撮ってましたなるほどねパネルですねはい、うんうん、そ,それがすごい楽しかったんではい、はい、ちょっとまたその YouTube にもねそのホームゲーム行った時の写真あげようと思うんで、うん、あのまた出来上がりました皆さん見てください。おお<う> ガ,ガリガリの先輩がすごい生き生きしてるのが <laughs> ごめんなさい聖歌さん聞いてたらすいませんすごく言い,方悪い言い方悪いかもしれませんけど嬉しかったという話ですありがとうございます、まあ、見てください、はいはい、ということで、はいえー、このラジオは4月3日に放送というか、えー、公開されますね、うん、はいで前回前回というか はい、ちょっと前に生配信の方をさせてもらったんですよはいこのチャンネルではいさせていただきましたえー、3月14日やったかなはいその通り、ね、うんうりん、うん、まあちょっと日にちは経ってるんですけども、はいまあ、感想のメールをいただいたのでああありがとうございますちょっと一応読ませていただこうかなと思いますいやめちゃくちゃ楽しかったですよほんまに、えー、初の生配信だったんでねはいえー、ラジオネーム関半さん ありがとうございます。ありがとうございます先日は生放送お疲れ様でした。コメントを追い続ける姿はリスナーとしては嬉しい限りでした。これからも応援させてもらいます。ということです。ああ、ありがとうございます。すいませんね。なんかうまくコメントが読めなくて、はい、申し訳ないです。本当にいや、もうずっと目で追って全部読んでるから。どれを省けばいいの？わからない。難しいな。あれ。みんなどうやっとんかな？ いや、ちょっとわかんないですけどね。僕も。あんまり見たことないですね。この何て言うんですか？うん、ゲーム好きやから、うん、ゲームの生配信とかは見るけど、うん、その？何て言うの？喋ってるだけの生配信はあんま見たことないから、はい、ちょっとよくわかんないですね、うん、え。ゲームの配信はどういう風うにやってんの？なんかその画面の横に多分コメントが出てるみたいで、うん、やりながら。 こう出ててるるのを見るんややけどっだからまあ全部はやっぱりそれは無理やんな、うん、だからまああとなんか「これはどうやった方がいいんですか?」とか「この装備はこれなにつけていったら強い」みたいなとかを聞いてみんなに言ってもらうとかそういうね使い方ですよあそれいいね確かに、うん、生配信の価値があるそれはそう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  えー、そうやって使ってるんで、はい。で、えー、あこれも赤飯さんね。ああ、りがとうございます。ありがとうございます。えー、ちょっと別のメールでいただいてます。はい。初の生配信お疲れ様でした。ありがとうございます。生配信の視聴では、えー、スパチャしたコメントだけ拾われるのが当たり前です。スパチャというのは、えー、スーパーチャットというやつで、えー、コメントに、うん、なんていうかな。 お小遣いみたいなのをつけてコメントするみたいな。はあ、その見てる人がね。見てる人がそのお金が配信者に入るみたいな。うん、あ投げ銭という話ですか。そうそうそう。はいはいはい。ういう投げ銭でそれをやったら、うん、そのコメントだけこう強調されてぱってって。えそうなん。うん、でかくなる文字が。でかくというかなんか。 そそうそうなんかアカウントとそのコメントがこう枠組みされてポンって表示されるみたいな感じ、うん、色がついてみたいな、うん、った気がするなるほどうんだからそうそういうお金出した人のやつだけが拾われるのが当たり前ってことになっちゃうかなあそうなんや、うん、へえ<ー>普通はまあまあその有名な人やと思うけどねうん、うん、あなるほどね、うん でまあ、チッピーちゃんズの配信は一つのコメントも見逃さないぞと、うん、一生懸命なちーちゃんにある意味新鮮で心打たれましたもちろん視聴者の数もあると思いますが、うん、いつまでも今の気持ち忘れないでほしいです、うん、今回の質問は生配信で視聴者さんから出た案をその後精査されていると思いますが、うん、確定検討中予備軍など どんな案が実際に向かっているのか教えられる範囲で教えてくださいということです。あまあだからそのスーパーチャットっていうのははいえ投げ銭ですよね。スパチャね。うん学んだ。でそれを視聴者の数が多くなると全部拾えへんからそれをくれた人は優先的にやっぱ読むんじゃないですかね有名な人は。そうかそうか。皆さん見てていいただ ますけど言うても20何人とかだったでしょ確かそうですね最大でも最大うんだから一応まあそれでもいっぱい頂いたからこう追うのは大変でしたそうですねはいちょっと20人はもうすなかなかまあでもだからそういうのになってくるとそうするしかせざるを得なくなってきますよねやっぱり確かに100名とかもう手に負えないよ 読んでたらもうまあまあまあでもその気持ちを忘れないでほしいですということです、うん、あもうあかもうあれわかりました私百名でも千 <laughs> 名でも全部読みたいと思いますいやそれは無茶やけども<無茶> <laughs> それはむちゃ生配信じゃないもはやまあまあ気持ちはねはいそれはみんなそうですよそうですね、うん、ちょっとはいはいでえー、質問としてははいえー、その今回その生配信でうん。 え、作戦会議という題して、皆さんと一緒に企画を考えていこうという生配信をしたんですよ。はい、ね。で、それの中で、こう、いろいろ皆さんに出していただいたものの中で。はいうん、えー、どういうふうに、かん、今のところ、企画どう考えてますかっていう質問ですよ。はい、ありがとうございます。はい、もうね。うん。非常に有意義な作戦会議でありました。はい。 それでですね、えー、進捗状況について報告する、よろしいか。はいまずね、1個、はいはい、1> あのあの時急に乱入,乱入って言ったらいかんのやな、あのー、まあまあ、確かに、その生配信中にこう急に来ていただいた人ってことですよね。はいはい、そう急に来ていただいて、企画が決定した、うんあのー、事件があったんですけれども、東京に <laughs>、ね。 <laughs> 事件です、あれは、ま、マジで私の中ででは大事件でありましたあの東京に3店舗展開する焼き鳥屋さんの焼き鳥丼さんっていうあの店のオーナーの方が生配信、遊びに来てくださってたみたいで,、うん、であのその時に私、言ったんですよ、ねうん、あのやき山本氏が言ってくれたからよかったんだけど。うんあの 焼き鳥丼さんの鶏の煮込み、うん、通販の商品である鶏の煮込みを食レポしたいっていう思いを伝えたらうん、うん、送りますよと <laughs> って言ってそ,そう焼き鳥丼さんとの関係も言ったが。あがいい,い <laughs> あ関係あそうですね私ど,どこみんな知ってるかと思ったらごめんなさい TikTok でやられてるんですよね、うん、そのオーナーさんがそうですあの素人の方ですけどってことですよねそうですあ tiktok でや、やあの動画、居酒屋あるあるみたいな。はい、居酒屋あるある。<で> <laughs> それがすごい人気なんですよね。今すごい人気です。<laughs> 僕らなんか足元にも及ばないぐらい。及ばない。こ <laughs> っちの方がもう、<laughs> この方の方がもう知名度がもう数百倍ある方なんですけども、今 tiktok すごい、 あと YouTube とかもやられてて本当は焼き鳥屋さんをしてるけど、うん、休業中でそうういうたまたま何かできないかっていうことであるあるを TikTok でやったとこ、うん、かなりのフォロワー数が増えてはい、はい、大人気という方 <coughs>、うん、私すごい飲食店で働いてましたので、うん、働いてるので。うん すごくあるあるに共感しちゃったんですよはですよね。ちゃんとしたネタというか、はい芸人さんやと思ってました。私も芸人さんやと思ってました。はいなので、でそれをち璧ちゃん個人的に好きで見てたんですよね。で、いろいろこう、なんかコメントしたりしてたんですよね。それで、なんか知ってもらって、そうなんです。で、たまたま見に来ていただいたと。はい いうタイミングで,で、えー、食レポしたいというチッピちゃんがなんか言い出したら <laughs>、はいはい、たまたまちょうどそのタイミングで来て、はい、来ていただいて、はい、でじゃあ送って送りますよみたいな感じでね「じゃなんかさらっといいの?」みたいな「<笑><笑>はい、えって?」てだってえ「送りますよ」って言って「じゃあまた来ますね」ってさすらいやん。 それではい、そちらの商品が、うん、あの数日後届きまして、はい、もう早速こちらの食レポ、うん、焼き鳥丼さんの鶏の煮込みの食レポはもう撮影が終了して、えっと今編集をしてるしてもらっている段階という形です。はいはい、これはもう確実に確定です、ね、うん。もうこのラジオ流れてる頃には、うん、もしかしたら皆さんのお手元に届いているかもしれません。はい 動画がね動画がね <laughs> そう鳥の煮込みは届かないす,すいません鳥の煮込みは私が食べました <laughs> すいませんであとですねあのこちらあと来週これもちょっと言っちゃいますけどもはい、はい、女子力アップ企画というのが皆さんご要望にありましたえっりこれもやっちゃおう,そうですねということで来週ちょっとあの撮影の方に行きたいと思ってます、うん、あの10万円 で何をしますかみたいなテレビでさせてもらった時に女子力上げるみたいなそれが割と好評やったんでせっかくやからいろいろやってみようかということでこれはちょっとねやっていこうかなと思ってますね。ちょっと引き続きね次の1回だけじゃなくていろんなきれいを追求していきたいですねこれは。これ確定ですねじゃあ。 あと、あのー、また、ちょっと、食べ物関係にはなるんですけれども、はい、また、レーション、うん、戦闘糧食っていう、あの自衛隊で、演習訓練とかで食べる蛍光食があるんですけども、はい、そちらを、なんと、また、送ってくださった方がいましてす。い,いなんかそんなこともしてもらえるようになっちゃったね。もうビ、ビビってます。私 <laughs> ドキドキしてます。<laughs> こんな支援物資が届く日が来ようとは。前で。うん、もう本当ありがとうございます。もう<前>提供いただいて。うん、いでその方にえっ、ー、とちょっとレーション、えー、先頭糧食を三つほどいただきましてですね。はい。こちらもえっ、ー、とまだ食レポの方撮影は行ってないんですけれども、こちらもえっ、ー、と近々。そうですね。実施してましょう。はい、やりたいと思います。はい。本当ご提供ありがとうございました。うん。 あとはですね。検討中。検討中ですね。何、何があったかっていうと、プラモデル。うん。お子さんにサバイバル。うん。あと、ロープワーク。うん。女性自衛官のお菓子。うん、これ、乾ンパン料理。うん。乾パンを味変させてみてはどうかと。これ、すぐできそうやなと。そうやね思って。ね、で、なんか、焼き、焼肉のタレとかで。はいはい。 そういう変て変てご変てごなもんもへん、変てごなんていうかね。変てごなもん、変て,てご、変 <laughs> てご、変そういう言葉があるの。ええー、ごめん、造語かな。<laughs> 今作り出した変てごなあのものも奇抜なも,まあ、まあものもうう試してくると。珍味というか、はい。いろいろ試したらどうなるかということですね。そうですね。ちょっと食べ物多いですね。食べ物実 <laughs> それはいいでしょう別に。はい。 ちょっとふ太,太るかもしれませんね。<laughs> そんなに <laughs> そんなに食べるの？いやはいちょっとレーション三つとあと看板企画でしょ。これは食べる。であとはですねえー、サバゲー、うん、えー、あとおはぎ作り。はいはい。おはあのシルュュダのおはぎを作る、ね。シルュュダの形のおはぎね。はいこれもまだちょっとえっ、ー、とー保留中でありましてあとはエイサーという沖縄の踊り、うん 踊っていこれもちょっと今放流中ですねあとダンスこれ TikTok でやりたいって言ってた自衛隊モチーフのダンスをなるほどねこれはねちょっと研究して、うん、あの TikTok などに上げたいとは思ってるんですけど全然進んでませんこちらは。なるほど。はい まあほんまにたくさん出してもらったんでねそうですねちょ,っとちょっとずつ一個しかないですねそうですねやりたいことむちゃくちゃあるんで、うん、ちょっと今月はその新単位さんに向けた企画もアップいろいろ撮ってたんで、うん、またちょっとこちらご提供、えー、ご意見いただいた作戦会議でいただいたやつはまだ一個しかちょっとできておりませんがはい ぼちぼちちょっとやっていこうと思ってますのではい、はい、皆さんちょっと楽しみにしていてください、はい、まあねあねのまだ見てないという方はいーカ,も,ーカも残ってるのであそうですよぜひ見てくださいあれちゃんとコメントも読めるようになってた <laughs> あの皆さんがくださった、うん、ああそうリアルタイムと一緒にねうんあれでいつでも見返せるははい、はい私が読めなかった文も <laughs> 確かにそうやは, <laughs> はい はい、いまたやりたいですね生配信、うん、すごい楽しかったです本当にえー、ちょっとまあそれに関してのメールなんですけども、はい、えー、お住まいが四国ではないのでおなじみ大丈夫です緑ですぬ貴さん <laughs> 四国やろうっていうね、はい、名前のお方ですけどももう覚えちゃいましたよ <laughs>、えー、いつも楽しみにしています 私も、ドロックリスナーです。これ前言ったんか。言いました。<laughs> ドロクという。土曜6時ね。はい。はい。えーえー、食レポにも挑戦されるとのことですかうんうん。先ほどの話の通りですね。はい。えー、例えがお得意とは思えない。かっこすいません。<laughs> <laughs> ちーちゃんには、えー、いっ <laughs> ちゃんの眉や、ひこまろさんの宝石箱のような、うん、困った時のワードを事前準備しておいた方がいいのでは めっちゃ、心配されてる。<laughs> <laughs> えと、余計なお世話ですが、はい、チッピーちゃんズで検討して妄想食レポやってみてください。おー、わっか。いや、ありがとうございます。なんか、<laughs> 皆さん、さすがですね。ちゃんと。一応、例として、ねはい、柔らかな食材に出くわしちゃった時はい。ふわふわだこれあれですよね、多分。<あ>初期の頃の動画。 ピーちゃんがふわふわだと言ってたやつですね、うん、え何かしらのスープを飲んだ時、うん、鶏ガラか鶏とかけてねあなるほどはい、はい、え美味しい表現に詰まった時、うん、鶏よりうまいなどなど <laughs> 鶏よりうまいはいいんかな言ってなるほど <laughs> <laughs> ちょっとピーちゃんの前では言えないかもしれないんですけど <laughs> なるほど用意をしておくというのは確かに私には 絶対必要不可欠ですねまあ一応だからその焼き鳥丼さんの食レポは用意してやったんですよね、はいまあ。用意してって言うとちょっと見方が変わってくるからよくないけど。<laughs> はい、あのいや本当もうありのままをね、うん、出しましたよ。もう感じたままを。ね、やっぱなんか食レポってこう、うん、その場の美味しさ伝わるのってやっぱ表情とかなんか。うん その人のリアクションやったりするのが一番伝わると思うんですよ。はい、言葉でしのごの言うよりも。いやあのえ言い訳に聞こえる。<laughs> 大丈夫。<laughs> いや本当にそう思ってるんですよ。<laughs> いやレ、ね、食レポは、うん、その表情リアクションも含め食レポだと思っているので。まあ,まあまあ。はいあのー、言葉はいらないと。いらない。<laughs> <laughs> 逃,げ逃げに聞こえますかねそうですねいやーでもねえっ山本氏あの動画見てくれた私の以上見,見ましたけど<し>まあまあまあできてたいやまあ美味しそうではありましたよ美味しかったもんあれやばいぞごめん <laughs> 山本氏の分を残してなかったほんまにごめんいやそれは別に大丈夫ですけどね <laughs>、はい、はいはいということではい ままああ見ていただきましょうだからね。これでもちょっとね言葉が必要だという場合は皆さんからちょっと案を出してもらうということでめっちゃみんなに頼ってますね作戦会議から皆さんにずっと頼ってますけどもいやありがたいですねちょっとその何でしたっけ鳥よりうまいとかそんなのも考えてふわふわだっていうのもそうですね ふわふわのものに出会ったらそれちょっと使うかもしれませんね。いやでもね食レポね本当楽しいあ<ー>好きです。あのー、昔にね、はい、あいいかなあのね相原さんメッセンジャーの相原さんの番組、うんうん、ネット番組、はい、NSC 生で作る番組みたいなはい、はい、あったんですよ。うんうん、そうそれであのー ミサイルマンの西大さん、うん、西大さんがゲストで来てくださって、えー、食レポ説明、うん、なんか極意を伝授してくれるみたいなコーナーがあったんですけど、うん、あそこでもやっぱ私もうロケに行った気持ちになっちゃってむちゃくちゃ楽しかったですよあのカレー、うん、カレーをその時食べたんですけどその時よかったと言ってもらえましたもん。 あそうなんや何がいいって言われたのその時は何がいい言ってたかなその自衛隊の、うん、えとキャラクターがその、うん、よろしいとああ<ー>、はい、自衛隊にかけていろいろ言えたんやその時はその時いやその時は自衛隊にかけてしのごの言ったわけではないんだけども、うん、なんかそのオープニングとかがほふく前進で侵入してきたりとか、ね、そういうのがなんか良かったとど,どんなキャラクターか 分かりやすかったみたいな、なるほどねちょっとテレビであのもし使うならチッピーチャンズ選ぶかもしれないみたいなこ<ー>ともう言ってくださったんで、あの食レポ、本当、見ててください、緑のさぬきさん。<laughs> 私、ハードル上げちゃったかな。<laughs> 自信あり気やな。<laughs> はい、もうアーカイブも残ってるんであんな、もうよかったら見てください、あのとあの時の私の食レポ。あーそ 愛、うん、原さんの番組ねはいえっと「メッセンジャー・愛原の」の、えっと「芸人やるのも楽じゃない」っていう番組なんでその時の食レポの力を私発揮したと思ってます <laughs>、はい、なるほど、はい、そうか、はいでね、なんかアレンジバージョンもあるので、うん、やっけ食レポ今2本撮れてますんでちょっとどっちも見てあのどっちもちょっとパターン変えましたんで ちょっと見てほしいですなるほどめちゃくちゃ自信があるようなので見てあげてくださいあのさっきまで言葉じゃないリアクション表情だと言ってましたけどもちょっと私のワードセンスも見てやってくださいぜひああそういうのも入ってるとえ入れたつもりです私なりに入れてみましたのでなるほどわかりましたじゃあまあね まあいろんな企画を他にもありますからはいそれも見ていただこうかなと思いますはい,いすじゃあまあ終わりにしときましょうあ、そうですかはい。もう時間ちょっと喋りすぎちゃいましたじゃあいや、はい大丈夫ですよ本日の鳥リカラジオ、はい、これにて終了キャスケイキャレイラレイまた来週ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします